はい、こんにちは。今回は2月25日発売のバトルリージョンとスターターデッキですかねの方の開封をしていきたいと思います。こちらね、ポケセンのオンラインの方で当たっておりまして、こちら届きましたので開封していきます。はい、まずどっちがどっちかわからないんですけど、開けてみますね。はい、こっちがバトルリージョンですね。あ、シュリンクついてるの久しぶりですね。いつもあのポケモンセンターの方で購入してるので、シュリンクね、剥がされるというかついてないので。お、すごい。はい、スターターセットダークライですね。はい、ということで、今回こちら開封していきます。はい、まずねこちらスターターセット V スターのダークライから開けていきます。ちょっとね、ルカリオは外れちゃったんですが、ダークライだけ当たりましたね。はい、ということで、まずいろいろ入ってまして、まず V スターマーカーですね、こちらが一つ。それからアンケートのお願い、あとは遊び方とかですかねが書いてある紙がね今回入っております。ちょっと、ね、画面映りきってないと思うんですが、はい、プレイヤーズガイドですね。ダメ感ですね。はい、それからこちらが、紙のプレイマットですね。一応広げますと、はい、ちょっと見えなくて申し訳ないんですが、だいぶ大きいですね。で、ダークライが出ます。後ろは、はい、こんな感じでね、両面使えるようになってて、一応こう遊び方ルールが記載してますね。はい、本題のこちらカードになります。まずこちらコインが、ダークライのコインが一つ入っております。で、ダークライの V スターですね。 V スターがバラで1枚と、まあ、デッキとして中に入ってる形になりますね。じゃあこれは中身開けて紹介します。はい、ダークライの V スター1枚とダークライ V が2枚ですね。で、クロバット V、 これは光ってないやつですね。で、ポケモンのそれぞれ入ってまして、で今回ねクイックボールがこちら2枚入っております。あとグッズだったり、あ、ポケギア 3.0 結構使えるカードが入ってますね。サポート、あとアクエネルギーがたくさん入ってる形になります。まあ、このままね対戦もできますし、まあ、いろいろ組み合わせてデッキ作ってもいいのかなというふうに思います。はい、ではこちら開けていきます。今回ね、あのベイマックスクライマックスみたいな感じですね、箱的には。ただ1パック6枚入りで20パック入りになっております。では早速開けていきます。一応狙いとしては、まあ、まず初めての開封なんでまんべんなく出てほしいなっていうのと、あとは話題のツツジちゃんの SR ですかね。はい、サイフォン、脅しし、後出しターボ、翡翠のイダイトを、翡翠の爆粉 V スターですね。で、
おお、ほうほうの CHR です。いや、めっちゃ可愛いですね。今回も CHR がありまして、まあ、数はそんなに多くないんですけど、これもちょっと集めたいところですね。まあ、あとは CSR が、まあ、噂によるとワンカートに1枚ぐらいの確率でしか入ってないので、そこを引きたいですね。キャンセルコロン、エルレイド、翡翠のハリーマンですね。今回ミラーの、あの仕様がモンスターボールになっててめちゃくちゃ可愛いです。あと輝くシリーズですかね、も新しいので、そこら辺もね楽しみですね。はい、ひともし、臭い花、ポチエナ、ロズレイド、ディアンシー、おお、電木の、ミラーですね。今ねアルセウス、やっていまして、ウォロでしたっけを倒せたんですけど、まだちょっと図鑑が集め切れてないので、そこをねやってますね。グラエナで、次が V かな。お、翡翠のジュナイパーですね。で、おー、シャンデラーの CHR、 おー、めっちゃ可愛いですね。キルリア、ホーホー、ロゼリア、デンボク、輝くルチャブルですね。お、すごい。で、もう一枚が翡翠のバスラオです。はい。お、今回新しく出てきた輝くポケモン。これね、一枚しか入れられないということで。いや、SR 引きたいですね。SR と CSR、ひともし、ウリム、マンムー、ドサイドン、アヤシシ、はい、お、サイホーンのミラーですね。はい、サイホーン、ストライク、シシコ、ことぶき村で、お、翡翠の爆粉 V で、ガバルドンのミラー、はい、お、まだ出ないですね。はい、ムーマ、翡翠バスラオ、ジーランス、ブニャット、ラフレシア、お、ストライクのミラー、必ず2枚、そうですね、キラーカードが今回は入っているということで、なんかお得感ありますよね、光ってるだけで。お、ツツジちゃん出ました。お、翡翠ジュナイパーの V スターと、イノムですね。はい、ドジョッチ、オドシシ、ヨルノズク、翡翠のハリーマン、おお、 SR 出ました。電木の SR ですね。はい、ちょっと光り方がまた違う気がします。で、マンムーですね。おお、これは嬉しいですね。はい、まあ、でもなんとかね、サポートの SR 引けてよかったです。ヘラクロス、ハリーセン、ルージュラ、お、シマボシ、カエンジシ、お、ひともしのミラーですね。あとは CSR か UR か HR 引きたいです。ヒポポタス、バスラオ、ランプラ、ムーマージ、ケルディオ、をバサギリの CHR ですね。
CHR 今回何種類あるのかちょっと把握できてないんですけど揃えたいですね、謎の草、ムーマ、ナマズン、ロズレイド、ミルタンク、ことぶき村のミラーです。はい、残り少なくなってきました。はい、ドジョッチ、ミツハニー、甘い蜜、グラエナ、スターミー V、してビークイーンですね。はい、 V が3枚出て V スターが今のところ2枚ですね。はい、ルージュラ、イノム、謎の草、ビークイン、アブソル、ランプラーのミラー、はい、シシコ、サイドン、チャンセルコロン、カバルドン、バサギリ、オトジョッチ、あと3パックかな ?4 パックです。ストライク、ラルトス、イノム、翡翠のイダイトウ、ビリジオンの V、そしてヨルノズクのミラー、はい、臭い花、ランプラ、後出しターボ、ポサイドン、アヤシシ、はい、ツツジちゃんミラーです。いいですね。はい、ハリーセン、ヘラクロス、サイフォン、アンムー、シャンデラ、ヒポポタス。はい、ということで最後1パックになります。ホウホウ、キルリア、シマボシ、ジーランス、翡翠の大剣器 V スター出ました。で最後ルージュラになります。おさらいですね。今回のはい、ワンボックス開封結果になります。まあ電木と、輝くルチャブル、あと V スター、VCHR ですね。はい、がこんな感じで出てくれました。はい、ということで今回ね、ポケセンオンラインの方から届いた、バトルリージョン1ボックスとダークライの方開封させていただきました。もし今後ね開封追加でするようでしたら、動画撮るか、はい、したいと思います。ただワンボックスですね、この後ちょっと連れが、はい、開封しますので、その結果最後に載せておきたいと思いますので、こちらも見ていただけたら嬉しいです。今回は以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。はい、こんにちは。今回はちょっとバトルリージョンの開封動画の後ろにくっつけてると思うんですけど、オリパをね2パック購入してきたので、そちら紹介開封していきたいと思います。こちらですね、2パックありまして、で今回ブックオフの方で購入しました。で当たり一覧がこちらになります。一応一口1500円で全200口になりますね。でも数が結構減っておりまして、2口だけですけど、購入してきました。で当たりは、まあ、マリーですね。シャイニースターのマリーだったり、ミューの SA、 あとリザードンの SSR、 あとアセロラだったりサナ、アカネがあります。まあ、他にもいろいろフーロとかポケモンごっことか、あとはねリザードンじゃない、レッグーザ、エイフィー、カイリュー、リーフィア、セリビーの SA がありますね。でラストショーでバラドの仲間たちということだったんですけど、まあ、ちょっと今回は、はい、そこまで買えなかったのでありません。上記のカードはカードまたは SR 以上確定ということで、 SR 以上が確定になります。あとは備品傷ありカードいずれかとなりますと書いてありますね。ということで開封していきたいと思います。まあ、ほとんど持ってないのでどれが当たっても嬉しいですね。まあ、個人的にはリーフィアが欲しいところではあるんですけど、はい、じゃあまず1パック目いきますね。まあ、2パックなんで終わっちゃうんですが、どっちからいきますかね。ちょっとお待ちください。こっちですね。はい、コロトック V、
ということは2枚目せーの、はい、私らがの SSR ですね。はい、まあでもどっちも黒とか持ってますけど、私らがは持ってなかった気がするので、まあまあ嬉しいですね。はい、で2パック目いきます。こっちですかね、こっちが、こっち、はい、おお、芝の HR ですね。芝は1枚も持っておりません。はい、ということでラストが、せーの、はい、えはい、わ、マジですか、リザードン VMAX の SSR です。初めてですね、今回、今回ってかシャイニースター一パックも買ってないので、はい、ちょっとびっくりしたんですが、一応傷見てみましょう。はい、あ、でも綺麗ですね。はい、ちょっと私の目からになっちゃうんですけど、比較的綺麗だと思います。めっちゃ嬉しいですね、まさか当たりから、はい、2パックで抜けました。これはめちゃくちゃ大事にしたいと思います。ちょっとかっこよくて欲しいカードではあったんですけど、ちょっとシャイニーを買ってないばかり、まあ、オリパで当てるしかないということになっておりまして、はい、ということで今回のオリパ開封は以上となります。ではご視聴いただきありがとうございました。